おっす眠いだぜ。お食いだぜ。二神だよ。さっさと始めろ。持って決定からスタート。起きた。俺か。どうなるのかな。派手だなぁ。さあよこせ。お物件か。これだけかよ。いっぱい持って決定割には一つだけなのね。赤だけど借金してるからいいか。絶好調いくぜー。これあーん。決めるでー。よっしゃー。クソが、二神が決めたか。ホジャンボー。ジャンボじゃなくてホジャンボなのか。俺のままか。フェニックス。アメリカか。ナイロビ独占するぜ。二神グループがアフリカ進出。一番遠いのは二神だな。持って決定こっち来ないかな。ダメかー。クソ進行形がない。持って決定も無理かー。あん、おーでも2倍じゃ借金返済は無理だなー。まだまだ借金やでー。うわー、どれも知らねー。これは難しい。ミクロネシア連邦。知らんな。なんちゃら連邦ってつくなら星のイメージかな。よっしゃー、当てたかー。あーん、ここまでかー。西へ行くぜー。おしし。急げー。あったー。買うぜー。全部買うぞ。独占増えてきたなぁ。俺も早く借金返して物件買わないと。なんか来たー。なんだなんだ。俺か。もらっておいでやる。持って決定こっちに来てー。よっしゃー。眠いのところ行ったか。物件以外にカードとかもくれるのかな。物件だぜー。あん、あー、笑った。借金してるとこうなるのね。借金してるやつが物件持つなんて許されねえからな。ピエン。うんちー。なんか来い。ぶっ飛びはいらないなー。これは知ってるぜー。ちょま、こいつがパイロットなのかよ。
あーん。もらうぜー。ここまで買うぜー。あん、じじいきたー。物件数か。サンキュー、じじい。スペシャルカードいいなぁ。いらね。じじい何だね。終わったかな。持ってけってお疲れさんだぜー。いいやつだったな。そうだ、借金をなすりつければいいんだ。ちょま、あん、借金の交換はできないのか。ゼフゼフ。カード売り場で特製霊カード買ってからだな。進行形かもん。まあオッケー。おいー。来たー。キングカモン。まあ物件ないから別にいいけど。さあまたお前かよー。わろた。世界旅行ボンビーかー。まあぴったりカードでなすりつけられるけどな。その顔やめろ。お角度用紙。あーまだかよー。おかわりきたー。おでもいいぞ。目的地に近づいたなー。相変わらず雑だなー。やべえ、急がねえと。西へ行くぜー。あーん。決めるぜー。ここで二神が決めたら大食いだな。やべえ。くそー。セフセフ。俺が決めるか。ブラック頼むー。ゴールしないでー。ふん、あー、ブラックナイスー。これで世界旅行ボンビーはお食いだぜー。やばいよやばいよ。ウェルカム。もらっておいてやる。あー、一発ゴールできる場所で頼むー。スイスカー。クソ無理だー。買ってやろう。歌うアイスクリームや。赤マスは怖くないぜー。クソ避けられねえか。まあこれだけあれば耐えられるでしょ。こっちみんな。わざわざこっち見るのね。さあ、いけいけー。あ、そっちじゃねえ。おかわりおかわり。戻るんかい。は？またおかわりだー。もー。
いいぞいいぞ。ふざけんなー。次借金いける範囲になったなー。最高何回お代わりできるようになるのかな。でけえ。全部買うぞ。トマトはすべてブラックのものに。カード売り場行きたいなー。進行形来てくれー。よっしゃあ。あ、やばいよやばいよ。おかわりはなしで頼むー。そっちかよー。あれ、おい、もっといけよ。おかわりはなしか。一気に借金まで行くと思ったのにな。助かったぜ。さあ、ジェットで行くぜー。カード売り場は無理か。よしよし。これいらね。よっしゃー。もう戻りやがったか。ふん、使わないよね。上陸。いらないなー。これ捨てよ。あ、それうぜぇ。よっしゃー。二神が決めたか。でも貧乏神は俺のままだな。ハロー。うしし。さあ、次はどこかな。カゴか。買うぜ。使うぞ。おいー。嘘だー。キング来たー。さあ、盛り上がってまいりました。なんか来たー。コーヒー豆大賞。
俺だぜ。借金して売却しろ。イエーイ。カード売り場いけねえ。クソどうにもならねえ。なんだ？これは初めてのやつだな。高い物件売却か。あー、これ終盤に出たらめっちゃヤバくね。高額物件一気に消えるのはヤバいな。ガス欠か、どうなるのかな？急げー。省エネなのが痛いんだよな。今度はなんだ？あー、次元爆弾来た。決めるぞ。ふん、シカゴはブラックか。ハロー。もらっておいてやる。クソ抜け出せねえ。サンティアゴ。そっちか。買うぞ。一番遠いのはブラックか。なんか来たー。俺だぜー。ジェットで行くぜー。早く特製霊カード買わないと。クソ省エネ顔でー。またそれかー。金じゃなくて特設物件破壊。これも省エネが効いてるのか。多分そうかもなー。買うぜー。くらえ。マジかー。ガス欠か、そういう効果か。最後だけど使うぜー。
戻ってくり。カードだな。手火事原爆弾だったじゃん。ほんとだ。ウォーキングボンビーナイス。何やってんだ。やったぜ。売るぞ。買うぞ。決算やでー。さあどんな結果かな。順位に変更はなし。クソ、俺はキングボンビーに物件捨てられたから収益がかなり減っちまった。総資産も変化なし。もうすぐ100億突破だ。でも俺には特価エリコカードがあるからな。借金さえなくなればグフフ。キングボンビーさえいなくなれば俺も復活するぜ。今回は世界旅行ボンビーと、キングボンビーが出現したな。とりあえず早く借金を帳消しにしないとな。続く。